日暮里とイリゴージェンはアルゼンチンの政治家、大統領。1916年に男子普通選挙で選出された初の大統領である。二度大統領に選出されたが、1930年に軍部のクーデターで退任に追い込まれた1852年にブエノスアイレスに生まれる。1891年におじのレアンドロ・アレムと共に旧新市民同盟を設立した。 当時、イリゴージェンは内向的で表に出ることを意図う性格からエルペルドと呼ばれていた。アレムが自殺した1896年から旧新市民同盟を一人で担うようになり、当時の加藤支配者による協約体制に全面的に反対する政策を採用した。旧新市民同盟は1893年と1905年の2度、武装を放棄したが、後に、 イリゴージェンは非暴力で投票を全面的にボイコットする革命的危険政策を1912年まで追求した。結果、1912年には当時のロケサイエンスペーニャ大統領に男子普通選挙を実施するサイエンスペーニャ法を承認させることに成功した。イリゴージェンは普通選挙が導入されてから初の選挙で大統領に選出された。しかし、 反対勢力に支配された地方の各州、そして各州の議会により選出される元老院との対立に見舞われた。イリゴーゼンは、強情な知事や土着の支配像との戦いで国家非常事態を発令して連邦政府による介入に訴えた。イリゴーゼン政権下でアルゼンチン経済は繁栄を謳歌していた。 第一次世界大戦中は中立を貫き通し、主要な輸出品の肉類や、国類の新市場の開拓や牛肉価格の高騰による恩恵を受けた。また、経済成長の加速のために、エネルギーの自立化を求めるようになった。その結果として、国営石油会社の有夫の設立への議会の支持を得て、アルゼンチン軍の近代化を主張していた、エンリケ・モスコーニ将軍を、 有夫総裁に任命した。また、零細農民への助成金を拡充して、一方で、賃金紛争では、労働組合に有利な解決をした。アルゼンチン経済は、第一次世界大戦の間、目覚ましい成長を遂げた。世界の国葬として知られ、当時の一人当たり国内総生産は、世界で最も高かった。1919年の経済危機の後、 官僚制度を拡充させ、都市部の有権者のために公共支出を拡大させた。憲法で再選が制限されていたため、同じ旧新市民同盟のマルセーロ・アルベアールを公認の大統領に据えた。1928年のアルベアールの任期切れによる退任の後、イリゴージェンは圧倒的多数の得票を持って大統領に選出された。しかし、 1929年に始まった世界恐慌により体制変革を求める軍部と保守層の動きが顕在化した。その中には政権によるスタンダード・オイル・オブ・ニュージャージーやユーフのサルタ州からボリビアへの原油の密輸取り締りの努力への反発があった。1930年9月6日にはホセ・フェリクス・ウリブル将軍に率いられた軍部の クーデターにより退任せざるを得なくなった。アルゼンチン憲法が制定されてから初のクーデターとなった。ありがとうございます。